どうもおはようございます。ブリストリームをご覧の皆様お待たせしました、第2回ブリストリーム、今日は、佐渡の自転車イベントですね、ロングライドのですね、会場、メイン会場、沢田の会場からブリカツ君と当然中継を行います。約1時間ぐらいを考えておりますが、ブリカツ君が持つ限り、もう少し中継したいと思います。聞こえますか？聞こえてますか？はい、今日はですね、ブリカツ君、写真がもうなんか今日生中継中だけど、もうお客さんが写真を撮ってくれる感じになってましてですね、今日すいません、私マネージャーの平原なんですけど、発表忘れました。なぜまして、今日はこんな格好でやっておりますけど、はい、はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます。ここはですね、沢田の、ロングライドの、佐渡のロングライドの沢田、まあ、佐渡の中の沢田っていうところですね、にありまして、ロングライドのゴールとスタートの会場になります。で、ちょっと早い早い、まだこれまだ触れるとこじゃないです。それで今日ブリカツ君と一緒に選手の皆さん、まあ、ゴールをしたところでお出迎えしまして、お疲れ様でしたということを言いに、ブリカツ君の時間が許す限りやってみようかなと思っております。ちょうどいい音楽がだいぶ流れてるみたいで、結構ノリノリですよね、はい。それではですね、今日はそれでですね、もうここにありますけど、ブリカツ丼ですね、これね。実はロングライドの会場ではですね、ゴール付近でたくさんのフードが出ております。フードコートがありまして、いろいろな佐渡の美味しいものが並んでまして、ゴールした選手たちがみんな腹ごなしに食べるんですが、去年からまた我々佐渡天然ブリカツ丼の、ブースも出店しておりまして、沢田地区のですね、デイリーさんというカフェのですね、マスターが一生懸命揚げております。今日これデイリーさんがサンプルじゃないですよ、これちゃんとマネージャー自腹で買ってもらいましたけど、はい、ちょっと手伝いできます。これはブリカツ丼ですね。これイベントバージョンで、まあ、3キロの出て、でもちゃんと旗は立ってます。ブリカツ君と一緒の旗、はい、じゃあちょっと朝っぱらですけど、これやっぱり宣伝しないといけないんで、ちょっと食べたいからですね。食べさせてくれる。あ、そうです。ありがとうございます。まあ、うまいですね。さっくり上がってて。これ、もう結構ね、美味しそうに食べるやつって言われてまして、結構グルメレポーター夢だったんですよ。食べながら食べてるね。タヌの天然ブリを米粉でですね、くるんで、でこうギュッと揚げてですね、最後はあごだしのタレですね、あごだしのタレにこうくぐらせてやっておりまして、お米は佐渡の認証米、佐渡のコシヒカリです。これうまいですね。さて、それではですね、今日はいろいろな企画がないので、いろいろ相変わらずネタはなくて、流しっぱなしの中継、あまり後ろに行かないように、あまりね、はい、後ろに行かないように。やっぱ食べちゃうがちょっとバックの方に入りまして、なんか誰これとなんか話をしてるところですけど、なんだろうね、何、あれそれ何それ
なんか持ってきた。ちょっと似合わないファイルとか持たないの俺。まあ、まあ今日も、まあ、ちょうどねいい感じのミュージックライブ流れてまして、上にあの司会のねあの DJ の方とあのゴールの選手のお名前を読み上げる放送席があるんですけど、まあ、我々その下であの電源をお借りして中継をやっております。はい、はい、じゃあはい、何ですか、ブリカツ君何か言いたい、はい、あ、これね、これね、あ、これ、はい、じゃあ今日はですね、いろんなですね、ブリカツ君のちょっと、まあ、最近ブリカツ君も一人歩きをしてまして、だいぶファンが、いろんなファンが増えてきたということと、いろんな世界がこう広がってきてるなということ、なんですか、なんですか、これ酒、酒じゃん。これがですね、実はこれ、なんだか分かりますか、これ。いやー、なかなかの、まあ、その絵なんですけど、これ実はレルヒさん、新潟のゆるキャラのレルヒさんがブリカツクのために描いたという、絵です。なんか新潟のあのガタケットっていうあのイベントで、スケッチブックにね絵を描くんでスケブとか言うらしいんですけど、レルヒさん描いたスケブです。これ衣脱げちゃってますよね。ちゃんと撮れてますかね、カメラさん大丈夫ですか、これ撮れてますかね、スケブ。こんな感じで最近あのイラストにしやすいブリカツクになってまして、これレルヒさんもちゃんとね、直筆で描いてくれたってたんですよ。これそのうち、ネット上でもですねダウンロードできるようになってます。それで、おとといですか、おとといは、おとといね、おとといは、UX さんの取材があって、ロケがありました。そこで、お疲れ様でした。ここでですね、共演したのがヤンさんですね。はい、丸山さん、お疲れ様でした。フィニッシュ、お疲れ様でした。分かりますか、ヤンさんからもこれでブリカツ君のクリアファイルにサインもらってます。共演あざしたって書いてます。リゾスフィニッシュされた方、そのままコースを戻るような形で、こんな感じですね。もうブリカツ君に対してメールも最近すごいですね。お送りください、お願いします。なんか上野に行ったのに動きが違うじゃないかとかですね、そういうメールも来ます。ちょっとやばいですね、これ。まずですね、はい、東京方面の最近イベントによく出て行っておりまして、いろいろな席にお邪魔させていただいております。でそこで大体こうゆるキャラの皆さんがですね、まあ、例えばレルヒさんとか、まあ、いろんなあの仲間たちがいまして、仲間たちの楽しんでるシーンがまた面白いということで、いろいろ写真に撮ってもらったりとか、まあ、ゆるキャラの仕事ですね、まあ、まあ、チャラキャラっていうゆるキャラですので、どうぞチャラブリっていう、それからゴール、まあ、ゆるキャラとしてはもうお写真撮ってもらったり握手をしてもらったり、あとはやっぱり抱きつきですね。これ結構まあ、OK です、抱きつき料金取りませんので、ぜひ会場でブリカツ君見たら抱きついていただければなと思います。はい、はい、じゃあちょっとすみません、これ見ながら行きますね。ブリカツくん暑そう、水分補給してね、ブリカツくんエアギターとかいろいろもうメッセージをいただいております。はい、これもうなんかいろんな、もういろんなところからね、そうですね、はい、じゃあまあ、ブリカツ丼じゃ食べながら進めていこうかなと思いますね。はい、皆さんにですね、今日はですね、皆さんにはこの前このクリアファイル、まあ多分、ブリカツ君のノベリティグッズということで、前回の第1回ブリストリーム見事、ゲットしたという方もおると思うんですが、実は前回の中継になかったもので、やっぱりなかったもので
これ風がねだいぶ出てきましたしね。ただ今日ものすごく気持ちいいですね。もうなんか夏って感じでか夏って感じでものすごく気持ちいいですね。前回のブリカツくんの中継ではなかったものですけど、缶バッチこれできました。これも、非売品でございます。残念ながら。それで今日はこの缶バッチ5種類あるんですけどね、ちょっと今バンカー出しますね。この辺もですね、あのタモリさんみたいにねちょっと持ってきてって言えないところが痛いところで、自分で出さなきゃいけないんですけど、これ缶バッチって言いますね。ちょっと持ち方が変ですけど、こんな感じです。5種類できました、はい。でこれがですね、まあ、5種類あるんですけど、ちょっと5種類、まあ、あげるのはちょっと申し訳ないですけど、ちょっと大盤振る舞いしすぎなの で今日はあのメッセージ、まあ、また Facebook で、メールを Facebook ページでメッセージをいただいた方ということにさせてもらいたいと思いますけどに、先着で、まあ、10名ほどに缶バッジ20名にしろ。まあいいけど、で20名先着20名、20名で、Facebook ページに、メッセージをいただければ、ブリカツくんの Facebook、はい、ブリカツくんの Facebook ページです、はい。Facebook ぜひやってくださいね皆さん。あのブリカツくんとね、あの仲良くメッセージやり取りできますので、Facebook ページに、いただければ、缶バッジを5つのうち1つ、もうすでにですね他の種類もらったよという方は、まあ、なるべく他のものを送りますので、それは言ってください。漏れなくね、20名先着20名ですよ。でその代わりあのメッセージを今日はね、中継中に読んでほしいなというメッセージをできるだけ送っていただければ、今動きあのアクセル動き回っている伊藤君がですねメッセージ届きましたよと。実は今日はここにパソコンがないんでなんかパソコンがないんでね、まあ、教えてくれると思いますので、読んでいこうと思います。ちょっと喋ったらお腹空いちゃったのでまた食べていいかな。あ、昔君食べる？食べる？禁断のこのトンボ食いちょっとぬめぬめしてる。ぬめぬめしてる。あ、もうこれもう二度とできませんねこれね。ぬめぬめしてる。これ本当にこのブリカツ美味しくて、これ実は結構ね病みつきで2週間に1回ぐらいで、どうしても食べたくなる時があるんですよね。はい、ブリカツフィニッシュ本間美音子さん、お疲れ様でした。お帰りなさい。今ゴールのね、お客さんが、お客さんが参加してくれて、まあ、ぜひですね、今日はブリカツくん、あ、ブリカツさん、なんか本間さんお疲れ様でした。そのまま行ったところに、グランドの中の方へお進みください。グランドの中の方に道玄坂スタジオ受付の方がありますので、こちらへお進みください。ありがとうございます。210キロのコースなんですけど、まあ、約半分のコースが B コース140キロですよね。で、B コースというのがありまして、ハーフコースですね。それが大体朝の6時に出発して、今ぐらいが、まあ、早いとはもっと早く着くんですけど、そろそろ先頭集団が着き始めたところで、今10時47分ですけど、まあ、約4時間から5時間ぐらいで早い人は、走ってくるということになりますね。これはまたですね、ハーフコースも1周コースも北の外れまで行くんですね。先生、そうですね、
ね、あの北の外れまであの行くんですけど、これがまだ大変なんですね。佐渡はですね、まあ、島なんですけど、あの切符がありまして、あ、なんかまた、うわ、あ、地図が、あ、すごい。まあ、大体あのこれ一周、今この辺にいるんですけど、こうずっと走ってこう行って、カーブがここでこう入ってますね。で、一周の人はまだここからずっと行って、こう帰ってきて、こう帰ってきてという感じですね。ということで、もう大変な話なんですよ、これ。で、北のもう外れなんていうのは、もうあのアップダウンがもうすごくて、Z坂なんて言ってね。あのものすごいヘアピン坂もあったりして、もうこれもう僕はもう絶対できないですよく参加しろって言われるんですけど、ちょっと無理ですちょっと無理ですって言ってますこれだはい、じゃあちょっと行くぞ結構ですね、このにあのロングライドは本当にあのもう何年ぐらいになるんですか。8回ぐらいぐらいですかね。すみません、ちょっと確実にわからないんですけど、もう大体もうかなりの回数を重ねてまして、自転車っていうのは本当に愛好家が多いので、最近健康志向、まあ、体をねちょっとこうメタボな感じをこうねやっぱりこうなくしたいとかっていう人がなんかやっぱりそういうのにこう参加して、まあ、体力作りを兼ねてやるとかですね、健康作りを兼ねてやるっていう人もいるかなと。で、非常にですね、自転車をやってる人たちっていうのはですね、佐渡を本当に楽しんでいただけてるみたいで、もうものすごい、ま、もう毎年来てるというリピーターも多いわけですね。で、結構新潟のどこぞの会社の社長さんとか、東京のどこぞの会社の社長さんとかですね、結構もうね、いわゆる責任ある立場の方々も、もう今日みたいな日は自転車のあのスーツに身を包んで自転車で走っておられます。これはやっぱね、佐渡にとってはもうビッグコンテンツでして、まあ、9月のロング、トライアスロンと、やっぱりこの春先のこのロングライドで、まあ、あと夏場のアースセレブレーションなんていうのはですね、やっぱり佐渡の非常に大きなイベントになるんですね。まあ、大きいイベントの割にはなんかこう沢田会場ちょっとかなりこう静かな閑なんかまだ人がゴールしてないからですね、まだ閑散としてる感じなんですけど、一応ビッグイベントですね。はい、それでまあでブリカツ君も自転車とかやっぱりやった方がいいかね。やりたい？あ、ダメ。ちょ、またが、あ、また下がないのね、ダメだね。今度は半ズボンとか作ろうか。半ズボンとか、ね、足がもっと出るかもしれない。この前なんかお風呂入ったりとかして大変だったもん ね濡れそうでね。え？あ、いい湯だった。あ、おとといですね、UX さんの、ニャンさんの、やばい、なんか、ブリカツの中、テントウムシが入っちゃってる、なんか、ちょっと、ものすごいハプニングなんですけど。あ、相変わらず、こちら、海の家の下の方では、ブリカツ君、ブリカツ君とブリカツ本のコラボということで、こちら、今、インターネットで、機械に発信しております。フリーストリームでございます。はい、インターネットで、ブリカツ君を世界中に発信しております。ブリカツ君、ノリノリのあいさつが、さあ、いつまで続くことやら。まもなく最高気温10度での発色をしております。メッセージなんか届いてますかね。本日の最高気温は予想最高気温19度ということで、はい、まもなく19度に達しようか。おそらくグリカッキンの中は帽子かぶってくださいっていうですね、心配の声。あ、僕に対してですね、僕結構ね、これ慣れてますから苦しくなったら近くに海がありますので、はい、あ、帽子ないなら水をかぶってワイルドだろうって言ってくださいっていうちょっといじりが来てますけど、あ、これ無視します。無視しまった。洗濯に準備いきますね。はい、あ、このね、実は上で司会席がありまして、ブリカツ君のことが見えるのか、
見えるもんで時々いじってくれるんですね。非常にありがたい話ですね。このなんかこう臨場感、この臨場感、これやっぱりなんかこうプリストリームならではの感じですね。お疲れ様でした。同じく山下海人さん、お帰りなさい。お疲れ様でした。ちょっとあれ、電動車入っちゃいましたけど、もう少し食べますね、これね。あ、ブリカツ丼はですね、この認証の方が2コースフィニッシュをされた方は、一旦コースを戻るような形で、グラウンドの中の方へお越しください。グラウンドの中の方に、イラストの受付がありますので、そのままグラウンドの中の方へ。これイベント会場だけじゃなくて、ちゃんとお店でも、これは入っておりますので。じゃあもう少し食べますね、これね。向こうもいただきましょう。小林さん、中子さん、お帰りなさい。お疲れ様でした。はい、小林さん、坂本さん、お帰りなさい。お疲れ様。はい、4時をフィニッシュ。お疲れ様でした。はい、昨日ユミコさん、お帰りなさい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、これ夜中のフィニッシュ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。小笠原由香さん、小笠原さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。お疲れ様。はい、手を振っての笑顔でのフィニッシュ、お疲れ様。お疲れ様でした。さあ、リコス4キロを担当された皆さんは、一旦コースを戻るような形で、グラウンドの中の方へお進みください。グラウンドの中の方にゴール受付がありますので、こちらの方へお進みください。お願いいたします。なんかメッセージが送ったっていう人がいるんですけど、ちょっと読んだ方がいいですね。なんかちょっとこう、ちょっと可愛らしい感じですね。フェイスブックのです。うん、なんか多分そうだと思う。はい。すみません、ちょっと今日はちょっと会場のちょっといろいろ制約がありましてですね、ちょっと物がもう足りなくて。まあ風が強いということですね。ただ今日のね風はまあ強いですけど、非常に気持ちがいい風ですよね。すっかりも僕も今日長袖ではなくて、もうポロシャツで来ちゃいまして、つい発表車の中に忘れてきてしまいました。はい、ありがとうございます。ブラック。はい、パイロンね、直して。はい、ブラック。ちょっと僕食べちゃいます、ね。ありがお疲れ様でした。もう一方。
缶バッジね欲しい方はあの20名先着20名でメッセージ。はい、竹原さん、お疲れ様でした。結構あの缶バッジはですね、あのいろんなタイプがありまして、イラストのグリカツくん、実はあのリアルグリカツくんが嫌いだけどイラストは好きっていう人結構あのいるんですね。もうリアル怖いよと、ちょっとキモい、気持ち悪いからやめてっていう人はこのイラストのグリカツくんですね。イラストのブリカツくんを欲しいという方はイラストブリカツくんって言ってください。イラストブリカツくんは全身バージョンとハンミバージョンがありますので、グランド内真ん中の方にゴール受付の方があと、リアルバージョン、これがもうやっぱゆるキャラはやっぱリアルじゃないと。本日 3D グランド内右側のヒントでストレッチの方を行っております。3種類あります。アップバージョン、グランド内全身バージョンと、これがあの本心のですね、ヨメコカモンバージョンっていうのがありますね。このポーズ好きだっていう人結構いまして、ヨメコカモンのバージョン、これで、全部で5種になります。これらを欲しいという方は、ゴール今フェイスブックページでメッセージをいただければ、ブリカツから車いじるの方のサイズもございますので、どうぞご利用くださいお願いいたします。ね、はい、だんだんとですねゴールしてる選手の方々が増えてまいりまして、ブリカツ君はそろそろ日の目を見るかなという感じでございますね。今もだいたい内輪しか見ていくようになってですね、たまにあの選手の方がこうスーッと通った時にあの苦笑しながら苦笑しながらこう通り過ぎるみたいなシーンが多いですね。あ、ブリだとかさっきなんかもなんか合ってないのもなんかあのクジラだって言われてましたね。なんかクジラっていう魚じゃなくてあれ哺乳類ですよ、知らないんじゃないかっていう人がいましたですね。ちょっとあれですし、あとあの佐賀の子供たちにですねちょっと荒っぽい子が多いので、さっきもあのちょっと怒ってますね、かなり怒ってますね。あの背びれをですね、はい、ガンガン引っ張られて、佐賀のまさきさん、そして佐賀のまさきさん、これはあの、まあ、皆さん良い子の皆さんにお願いしたいんですけど、ゆるキャラも犬と猫と同じように扱ってもらいたい、はい、ということでまたあの中継に戻ろうと思いますけど、はい、なかなかこうあのビュンビュンこうゴールがないのでなかなかあの、ま、間がこうあれなんですけど、なんかメッセージとか来てますかね。いいコース、田辺恵子さん、ね、お疲れ様でした。お帰りなさい。はい、田辺さん、お帰り、お疲れ様でした。でもあの本当にこのロングライドのイベントはですね、ずっと最近あの天気が悪くて、まあ、リコスフィニッシュをされた参加者の皆さんは一旦コースを戻るような形で、本当にロングライドといえばグラウンドの中の方へお進みください。グラウンドの中の方に参加者の方々に気の毒なものが多かったんですけど、去年からあのブリカツ君が実は出たんですけど、ブリカツ君が出たら海側の方でストレッチの方も去年からですので、そちらもご利用になってください、お願いいたします。それで、今年も見事ブリカツ君が来ると予告しておいたらこの天気です。これもう金環日食もね、今日見れちゃうかもしれないね。ないと思いますけど、まあブリカツ君基本的にですね、これなんとなんかもう前からいるような感じですけど、ブリカツ君自体のデビューです。ブリカツ君、このブリカツ君のデビューは去年のロングライドだったんですね。やっと1年経ちます。これ1年経ったんですね。これでもうアイドルとしてデビューして、アイドルじゃないですか、まああのご当地グルメのブリカツ丼自体はもう2年前からあったんですけど、ブリカツくんがこうやって動くブリカツくんがデビューしたのは去年のこのイベントからということで、去年のイベントで初めてあの人前に出るようになって、はい、まあ、いろんなあのファンを拡大していくきっかけだったんです、ね、お帰りなさい、はい、であの海のところで遊ばれたりとかいろんなポーズで写真撮ったんですけど、まあ、その写真はまたあの Facebook ページでもともとあの近藤彩香さん、お帰りなさい、お疲れ様でした、ぜひご覧いただければなというふうに思います。まあ、それから1年なのでね、本当にブリカツ君いろんなところに過ごさせてもらって、まあ、リゴスフィニッシュを参加者の皆さんは一旦コースを戻るような形でグラウンドの中の方へお進みください。
グランドの皆さんに温かいメッセージを送っていただき、地元イベントにお声掛けいただければなと思います。ブリカツ君が愛称を振り返っております。はい、ブリカツ君、はい、ムーディーな感じ、はい、非常に、ね、愛嬌のある一曲、ね、今日はノリノリで、ね、音楽に乗っております。どうぞ皆さん、ね、カメラを持っている方は写真を撮ってあげてください。ブリカツの声をかけてみると、カメラ、はい、こんなポーズをします。真似してあげたらブリカツの真似、ブリカツくんこうやってやってみる。あ、これはいいのか。え？危ないね。なんか全部ゴールがやっぱ。あ、帰ってきましたね。ゆうじさん。はい、ゆうじさん。お疲れ様でした。フィニッシュです。お帰りなさい。はい、どうもさん。お帰りなさい。お疲れ様でした。ただいま情報が入りました。A コース、普段、最初の参加者の方が、例えば5番を通過いたしました。 A コースの最初の参加者の方々、どうも参加者の方が、例えば5番を通過いたしました。あ、なるほど。 A コース、また B コース、選手の方々が今、5番を通過したところ、先ほど窓ゴリラの方を通過、早いですね。まもなくこちら B コース最初の方がゴール、B コース今ゴールしている方々、みんな B コースの方々で、まあ、ジャンジャン今ゴールしてるんですけど、あの一周の方々も今荻の葉餅のそば間を通過したということで、ずっと今西海岸を通ってこちらに向かってるところですね。多分トップ集団はもう1時間もかからないで来るんじゃないですかね。どうですかね、古賀君。トップ集団は今そば間らしいんですけど、一周の自転車だと1時間かかんないですよね。かかるんじゃないですかって言ってます。ブリガス君結構自転車結構あれで詳しい方ですので、ね、はい、まあ、まだまだかかるみたいですけど、それでは、なんかメッセージいただいてて、 なかなか発表できなくて、ちょっと俺はなかなか申し訳ないんですけど、まあ、ツイートで、なんかメッセージいただければもう一回読みますので、なんか伊藤さんどうですかね、もらってまあ、このね、もう本当に天気が良くて、もう今週の頭、まあ、先週から今週の頭にかけてはもう気温が低くてですね、佐渡は本当に、まあ、佐渡だけじゃなくて新潟県内全域なんですかね、全国的なのかもしれないんですけど、寒くてですね、まあ、夜もなんか毛布かけないと、使わないと、まだまだ寝れない、眠りにつけないという日が続いておるんですけど、ようやく今日はもう昨日あたりから気温がぐんぐっと上がっておりまして、非常に気持ちのいい、まあ、実は佐渡はこの時期が一番いいですね。さあ、ゴール受付を済まされた方、ゴール受付を済まされた方は、ゴールゲートを向かって左側の方に、地元商工会女性部の皆様におります、お住まいビルのパーツがありますので、どうぞご利用になってください。冬の寒くグラウンド内、右側のテントの方で、ストレッチのサービスも行っておりますので、まあ、でもあったかいのがやっぱりいいよね。まあ、ちょっとブリカツ君にとってはもう夏、春から夏にかけてはもう本当に地獄 あのイベントでは地獄の季節になりまして、もうもうなんかまあちょっとね、大変な季節が続くなって感じですね。東京もね、もう本当に暑いんですよ。あ、で実はこれがすごいですよ。明日は中1日明けて、あさって振り返す君と私は、東京へ行ってくることになりますね、はい、何をするかというと、佐渡観光のメディアキャラバンということで、佐渡汽船のちょっと割引サービスなんかを夏にやるもので、それの PR ということで、東京都内の新聞社、主にスポーツ新聞ですね、関係の、ところを回りまして、ブリカツ君と一緒にスポーツ新聞社回りをしようということになっております。
もう森勝くんね、あの東京最近ねちょっと呼ばれることが多くてちょっと調子乗ってるんですね。わちょっとあまりはあの調子乗ってて、で、まあ、結構あのさチャラぶりなんでね、チャラキャラとか言われてね。まあ、でもブリカツくんね、本当に東京に呼んでもらえるっていうのは本当にありがたい話で、今本当に何ですか、何ダメ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 、はい、リコス山田夏美さん、お疲れ様でした。40キロフィニッシュです。お帰りなさい。そろそろ中継を終わりたいと思います。はい、はい、それでは振り返すくん、じゃあ、これカンパチ、じゃあカンパチメッセージいただきたいと思います。お願いします。はい、それではこんな天気のいい佐渡からさようならということで、振り返すくん、じゃあさようなりー。